間もなくですね。ええ、いよいよね。すごいね。思い描いていたステージに立つ前って、こんな気分なんだ。どういう気分？多分、さよも同じじゃない？なんていうか、緊張とか本当に何もなくて、無って感じ。確かに、緊張はしていないわね。不思議と落ち着いているわ。懐かしいなぁ。私、初ライブの時はガッチガチでさ、心臓が持たないんじゃないかって思ったんだよ。あの時のリサね、いつもと違う感じだったもんね。やっぱ気づいてた？あの日、ステージに立った時にロゼリアは始まった。これまでもたくさんのステージを踏んできたわ。思えばロゼリアは、ミナトさんと私、二人から始まったものでしたね。いろいろな事情を抱えた私たちが出会い、音楽を利用し、何かを無理に乗り越えようとしていた。それが正しいことじゃないと分かっていても、ね。ミナトさんと私はどこか似ていると思っていましたが、今ではまるで逆の歩み方をしています。逆の？過去を断ち切り、その力を糧に前に進もうとするミナトさん。一方で私は過去から今に至る思いを全て抱えて一緒に進もうとしています。だからこそ私はヒナをこのステージに招待したんです。私も父を招待したけれど、これまでの私から変わる瞬間を見てほしい。その思いが強かったわ。ユキナもサヨも、二人とも本当にいつもまっすぐで、真剣で。私は、そんな二人の歌う声も、演奏する音も大好きだよ。そういえば、ラウダーを聞いてもらった後、リンコが私の歌声について話してくれたことがあったわね。ユキナさんの歌声は、音楽を求めすぎるあまり、まるで、恋焦がれているかのような焦燥感を感じるものだと、そうお伝えしたことがあります。当時は、そんな澄んだ歌声だと思えなかったけれど、思えば、あの時から、歌いたい、という思いが声に乗っていたのかもしれないわ。私は、ユキナさんの歌声が好きです。それを教えてくれたラウダーも。私もラウダーが好き。だからこそ今日で終えるわ、アコ。はい。あなたが突然声をかけてきた時のこと、今でもよく覚えているわ。そのくらいユキナさんの姿は衝撃的だったんです。本当に本当に超かっこよくて。あなたのひたむきさがなければ、今のロゼリアはなかった。きっと、フェスにだってこんな気持ちで出られなかったと思う。ロゼリアに入って、あなたは大きく成長した。そう思っていたけれど、思えば初めからずっと、まっすぐかっこいい人だったわね。ユキナさん。ひたむきさを教えてくれてありがとう。これからも頼んだわよ。世界で2番目にかっこいいドラマーさん。はい。リサ、あなたには大切なものをたくさんもらったわ。忘れてはいけない気持ちも思い出させてくれた。今のユキナがここにいることが私は何より嬉しい。お礼なんて言われることじゃないよ。もともと私のエゴから始めたこと。誇り、焦点、なんてとても曖昧な言葉。その言葉を足がかりにここまで来れたこと、本当に嬉しく思ってる。曖昧だったかもしれないけど、みんながそれぞれたくさん悩み、考えたからこそ、言葉の意味がちょっとずつ明確になっていったよね。今ここにいる私たちが、全部自分たちで選んだことだとしたら、これまでのことはきっと、全部正解だったと思う。悩んで泣いたことも、お互いぶつかったことも、全部。ユキナとサヨがロゼリアをやろうって決めたことも。
だからきっと私たちが集まったのは運命なんかじゃなくて必然だと思う。私もこれまで私が選んできたことに誤りはなかったと自信を持って言えるわ。だからこそ今ここにいる。さあ出番よ。行きましょう。私たちの目指す高み、その第一歩へ。あ、ユキナ、オッケー。ワン、ツー、スリー。ここがお父さんが見たかった景色、私たちが追いかけてきた景色。まばゆい光を浴び、高みへ登るステージへ立っているのは、紛れもなくこの私。そして、この音色を奏でているのも私。これは、他の誰にも奏でられない音。ロゼリアでいるのは、この私の選択。私自身に誇りを授けてくれた全ての人たち。私がやるべきことは一つ。私だけのこの音を奏で続けること。私の誇りと強さを乗せて、いつまでも。私たち本当にここまで来たんだ。この歓声も熱いくらいの照明も全部私たちだけのもの。すごいね、この感じ。こんな景色見たら私だって欲が出ちゃうよね。ユキナだって、みんなだってそうでしょ。もっともっと演奏したい。もっともっとこの熱が欲しいってね。みんなアッコたちの演奏に歓声をあげてくれてる。お姉ちゃんも見てくれてるよね。アコがかっこいいを探して出会ったこのバンド、ロゼリアは超かっこいいんだって気持ち、ずっとずっと信じてきてよかった。アコは、アコの気持ちを、信念をずっと貫いていく。それがアコのかっこいいなんだ。やっと見つけた、アコのかっこいい。に触れるたび、自分が一歩前に踏み出せたような気がしていた。この音色は私の勇気の音。この音色がみんなの音に溶けて、私たちの誇りの音色になる瞬間が何よりも好き。この音色と一緒なら、私はこれからもずっと踏み出していける。だからいつまでも離れていたい。映る私たちの影、これまでにないほど濃く明確に映っている。光は私たちの未来。未来に向かい歌う私たちの形は、こんなにも明確な形になってステージに映っている。なんだ、歌うことってこんなに簡単でシンプルなことだったのね。このシンプルでどこまでも純粋な気持ちが、きっと光を、未来を確かなものにしてくれる。私は誰よりも歌が好き。